はい、どうも、枝広です。今日はですね、照り焼きすぎてすみませんということで、朝マックのね、この照り焼きマフィンを買いに行こうかなと思います。私ね、照り焼きマックバーが大好きで、この朝マックも好きなんですよ。だからこの照り焼きマフィンどうしても食べたくてですね、ちょっと買いに行こうかなと思います。で、まあ、一応、新型コロナですね、感染拡大予防ということで、ちゃんと、フェイスシールドを用意してますんで、これで、行けば大丈夫かなと思いますんで、これでちゃんと買ってこようかなと思います。よいしょ。ちゃんとね、マスクもつけて、ないとね、マスクもつけて、で、フェイスシールドもつけて、よし、行きまーす。最近朝ごはんを食べないダイエットをしてるんですよね。朝を食べないようにしてるんで、だから若干ね、痩せてきましてね、少しずつ体重が落ちてるんですけれども、なんかこう朝マックのチラシ入ってたら、それはもう買わないとね。やっぱその朝マックのチラシじゃないけど、そのマクドナルドのチラシ、クーポン券ついてますんで、50円安くなるっていうことなんで、これはまあちょっと買わないと失礼でしょうからね。マクドナルドさんに失礼ですから、まあ、買うしかないなというふうに思って出てきた次第でございます。マクドナルド着きましたよ。いやー、もうすでによだれが垂れております。はい、お待たせしました。ご注文お伺いいたします。はい、クーポン番号の、はい、162番。はい、ドリンクは、はい、コーラで。はい、以上で。はい。はい、間違いないです。はい、ありがとうございます。席いたします。お待たせまでお願いはい。いや、持ってないです。じゃあ、450円。お願いします。あら、どうも。いやいや、ちゃんと感染予防対策をしないと。いけないと思いました。もちろんしっかり見えます。ああ、だ、トレイ。はい、トレイ、はい、トレイお願いします。はい。まさかね、知り合いが働いてるとは。これでわかるっていうね。
これで。はい、すみません、お飲み物お先に失礼します。はい、すみません、いただきます。こちらのプリンは温かい商品です。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。よくわかったな。よくわかった。はい、まさかの知り合いが働いてましたね。癒しの力よ。はい、ということでね、もう早速駐車場で食べちゃおうと思います。ね、ちょっとまさか知り合いがね、働いてるとは思わなかった。で、しかもフェイスシールドをつけて、わかるっていうね。コーラ美味しい。コーラ美味しい。やっぱコーラって精進料理ですからね。コーラって精進料理ですからね。コーラは精進ですからね。さ、照り焼きすぎてすみません。照り焼きマックマフィン。うわ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 、美味しそう。めっちゃうまそうやん。美味しそう、いただきます。うん、うん、めっちゃ美味しい。うん、美味しい。これね、もう朝だけはもったいないよ。朝昼晩食べたい。ああああああ、わあ、ゲーさんに、ああああ、しまった。ああ、わあ、ゲーさんに、ああ、もう、ちょっと、直七方位というさんにクリーニング出さないと。もうしまった。もうわけさ、いつもね片付けて食べるのに、もうしまった。おいしい。うん、おいしい。まあ、この照り焼きとこのマフィンじゃないよ、なんだっけ、このなんていうんだっけ、うん、マフィンか。めちゃくちゃ合うよ。朝昼晩食べたい。うん。うん。コーラが合う。うん。ね。え?ハッシュポテト。ハッシュドポテトかな?これはもう精進料理ですからね。正真正銘の精進料理です。野菜ですから。うん。痩せるー。こりゃ痩せるー。うん。美味しいわ。うん。やっぱり、締めは、サラダを食べないとね。うん。お野菜サラダを食べないと。うん。幸せ。あと10個ぐらい食べたい。うん。これは痩せるわ。痩せる。